好調の自転車業界、それを牽引したのが電動アシスト自転車です。去年の販売数は82万台、前の年より 15% 増えました。電動アシスト自転車のトップシェアを誇るのがパナソニック。先週発表した新製品は、重いイメージを払拭するために挑んだ20キロの壁を初めて切ったものでした。軽量化で構成をかけるパナソニックは、さらなる需要に応えるため工場を大幅にリニューアル。自動溶接ロボットなどを導入し、自動化と生産能力のアップを図りました。パナソニックにとって自転車は特別な存在です。創業者松下幸之助の原点なのです。少年時代、住み込みで働いたのが自転車店でした。独立後には画期的な自転車用のランプを作り、ヒットさせています。自動化が進む一方で、そんな創業者の精神を引き継ぐ現場があります。こちらが、パナソニックオーダーシステムの、作業現場になります。パナソニックオーダーシステム、通称ポスでは、完全受注生産、個人の体型にぴったりと合わせた自転車を作っています。素材の代表的なものが黒森という合金。軽くて強度があってしなやかさが特徴です。黒森っていう素材はですね、この振動を吸収してくれる、スチールならではの乗り味っていうのがあってですね、長距離に乗っても疲れないっていうの、体にダメージが少ないっていうのが一番大きく。憧れの黒森で自転車のオーダーメイドができるポス。まずショップにある装置で身体計測をします。そのデータをもとにして特別な1台を作ってくれるわけです。フレームだけでおよそ15万円しますが、ポスには年間800台を超えるオーダーが来るそうです。ファンを魅了するオーダーメイドの自転車、どうやって作っているのでしょうか。パイプの長さは一般用で10ミリ、プロ用になると1ミリ単位の設定ができます。そして慎重に手作業で切断します。この後パイプを組み合わせますが、そのためには切断面を R 状に加工しなければなりません。30年間使用してきた機械で、極めてアナログな方法で加工します。こちらにある、これが、左右に動くハンドルになってまして、はい、右手で持ちますのが、前後のハンドルになっています。作業のポイントとは、送る量ですね、はい、あまり多くしますと、今度刃とパイプが噛み込んでしまって、パイプ曲がったりするっていう恐れがあるので、やっぱりそこはちょっとずつ切り込んでいくっていうのが難しいところになります。はい、削り具合を確かめるのは自分の目だけが頼りです。切断面の状況に応じて左右のハンドルを回す。この加減だけで正確な R は作られています。黒森のパイプは肉厚が薄いのも特徴。一般的な自転車の半分以下、 0.9 ミリです。これが溶接作業を難しくしています。高温で作業すると強度が劣化するのです。そこで低温で溶ける銀を使って溶接します。温度管理、それを目で判断する。何が違うんですか。赤くなる色。低温の溶接は650度。確かに自動溶接に比べ赤い炎は出ていません。銀が溶けるギリギリの650度、炎を微妙に動かしながらその温度をキープします。
この道45年という西川さんに入社時の目標を聞きました。自分の目標は自分で作った自転車を自分で乗ると。あ、それは5年前に達成はしましたけど。理想の自転車が作りたいと技を磨いてきた西川さん、その背中を多くの後輩たちが見てきました。どこがすごいのでしょうか。溶接に関しても何でも知ってるのと、あとやっぱり物の加工の仕方っていうのがやっぱり発想を思いついたりとかいろいろしてはるので、すごい勉強になることがあります。難しい溶接も美しく仕上げる西川イズムは受け継がれています。カラーオーダーも様々、塗装も手作業です。こちらパイプの集合体になるんですね。で、平面と違って360度均一に色を乗せないといけないっていう、こう回しながら塗っていくんですけれども、その重なり幅を一定に塗るっていう、そこはもう鍛錬です。左手でフレームを回転させながら塗料を吹きかけているのが分かりますよね。スプレーガンの距離や操作は色によって変えなければならないそうです。こうした数々のノウハウが美しいカラーリングを支えています。フレームによっては2色以上を使う場合もあります。この場合は塗料をつけたくないところを隠してから塗るマスキングの方法を取ります。そんな技を駆使して独自のカラーも開発しました。鏡のような光沢のミラーカラーです。もうどんどん新しいことにチャレンジしていいよっていう風土がありますので、はい、ここまでこぎつけるのに15年かかったんです。90年代にはレーシングチームをサポートしツールドフランスを制したパナソニック、その流れを組む技術者集団に課せられた使命とは。こういうやっぱり技能を持った人がですね、いろいろこういう精進化とかロボット化にしてどんどん効率を上げていく、そうなっていきますとやっぱり技能が受け継がれていかないというところもあってですね、当初は2つを両立しながら技能をですね続けていくっていうことが使命なのかなというふうに思っております。どんな体型でもかっかっこよく乗れて、しかも疲れにくい、こういった自転車作ってくれるの嬉しいですよね。そうですよね、こちら日経新聞夕刊にもオーダーメイド自転車が特集されています。ぜひご覧ください。